はい、アキラです。雑談ですけども、最近スバルとかマツダで車のリコールですね、バルブ、エンジンのバルブ交換のリコールが発表されましたね。あれ、バルブスプリング交換するとなると、まあ、スバルだとエンジンを下ろさないとできないということで、まあ、大変な1台ね、なんか1週間かかるとかね、言ってますね。あ、私もね、バイクのバルブの交換っていうのはやったことありますけども、まあ面倒くさいですね。まあ確実にやるならやっぱりヘッド外さないと、バルブスプリングまで外れないんで、まあ大変だと思います。でね、スプリング、スバルの方はね、スプリング自体の、まあ、製造品質の問題なのかなっていう気がしますけども、まあね、なんか材料に不純物が入ってるだとか、あのね、スプリングの、まあ、耐久性ってね、まあ、工業的にはね、SN センズって言って、応力いくつかけていくと、まあ、振幅応力いくつで何万回とか何十万回とかってね、まあ、テストで確認するんですけども、まあ、高い荷重で往復の荷重をかけてかけると、まあ、回数が少なくなって折れる、より少ない回数で折れるんですね。で、少ない荷重だと、まあ、もっと回数多くなるんですね。まあ、30万回だとか、30万回と例えば1万回ぐらいの、まあ、口で説明するの難しいな。まあ、次はその SN センズっていうやつの、まあ、限度の中で使う分には、まあ大丈夫ってことでやるんですけども、まあ、テストした時のスプリングの材料と、まあ、量産のやつが違う、まあ、量産の製法が変わってそういう風になったとかね、まあ、突発的になんか材料に不純物が入っちゃったとだとかね、まあどうなのかね、もともと設計自体が無理なギリギリ危ないところまで使ってたからなったのか、まあ、いろんな原因は考えられると思うんですけども、まあ、メーカーとしてはね、まあ、災難というか、なんちゅうか、誰が OK しちゃったんだよとかってね、言われちゃうあれですよね。でね、マツダの方もね、後からバルブスプリングのリコールを出したんですけども、発表になったんですけども、どうもそっちの方はね、まあ、バルブスプリングのバネレートが弱くて、バルブに挟まったカーボンがうまく、ね、潰れないとかね、そんな言い方をしてましたけども、まあ、どっちかというとそれね、カーボンが溜まるのが悪いんじゃないかなって気もしないでもないですけどね。まあ、バルブスプリングの、ね、レートは、まあ、強ければいいってもんじゃなくて、まあ、使用範囲でね、浮いたりしなければ問題ないわけで、その中で極力弱い方がね、まあ、回転の抵抗とかも少なくなって、まあ、燃費にも
いいんじゃないかっていう気はしますけどね。まあということで、極力おそらくね、スプリングはよく設定したんだと思いますけど、ね、カーボンさえ黙んなかったらというかね、まあ、ディーゼルで排ガス対策で、ね、いろんなことをやると、ね、思ったよりカーボンが溜まっちゃったからがいけないんでしょうね。ディーゼルの排ガス対策って結構無理してるんで、無理なことをやってるんでね、大変でしょうねあれね。マツダは普通の直四なんで、まあエンジンを押さなくても上からヘッドは外れるような気はしますけども、それでもやっぱりね、丸1日はかかるでしょうから、まあね、あれをリコールをやるって決めるのも大変でしょうけども、まあそれコールを出す、決める、やるかやらないかって決めるところと、まあ、設計者は違うでしょうから、あ、まあな、いろいろ熟知たる思いはあるでしょうね。まあ乗ってる、その車乗ってる人にとってはね、まあ、いい迷惑でしょうけども、まあヘッドを外すんならついでにね、カーボンを落とす掃除とかやってもらえればね、まあ、リフレッシュしていいんじゃないかと思いますけど、そこまでやってくれるんでしょうかね。ということで、今日は、バルブスプリングのリコールについて、ちょっと語ってみました。ありがとうございます。